イプ R ですから、やっぱりタイプ R って譲れない速さと圧倒的なドライビングプレジャー、車を操る満足度っていうところをナンバーワンのプライオリティとして開発しました。新型タイプ R はグランドコンセプトはアルティメートスポーツって言います。で、究極の FF スポーツを作るんだっていうコンセプトで開発してました。で、そのコンセプトって実は先代の17モデルのタイプ R も同じコンセプトなんですね。で、先代も私が開発担当を知ってましたので、もう先代から一気通貫、同じ軸の上で先代たどり着けなかった新たなもっと高みを自分たちの手で作り上げるんだっていう、こう意気込みと狙いで開発をした車です。はい、鈴鹿の方はすでに先代モデルに対して進化の資料の検証は終わってて、最速、最速タイム達成してますんで、はい、次はニュルの方に行って、その自分たちの作り上げた車の性能の達成度を見極めたいと思ってます。ホンダに期待される方、そしてホンダのタイプ R に期待されている方、本当にありがとうございます。タイプ R 誕生から今年で30年という、記念すべき年になりますけれども、30年作り続けてきて、磨き続けてきてきたその集大成を今回シビックタイプ R という形で皆さんのにようやくこうお届けすることができますので、ぜひお楽しみにお待ちいただいて、ぜひこの車に乗って新たなスポーツの車の楽しさっていうところを共感いただければと思います。よろしくお願いします。